はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画では本気で貯蓄するための具体的なアクションについてお話をしていきたいと思います。ではまず自己紹介お願いします。はい、インスタグラムでお金や投資について発信している石那須の家計簿の石ちゃんです。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで、まあ、半年ぶりぐらいにちょっとお邪魔させていただきそうです、ね、前回は石那須さんご夫婦2人暮らしの生活費紹介だったりとか、まあ、節約のきっかけ、あと投資 の、まあ、その方法とかいろいろ聞いてきたんですけど、今回は、まあ、視聴者の皆さんに向けてめちゃくちゃ貯蓄したい方多いので、その辺の話を掘り下げていこうかなと思いますので、改めてお願いします。はい、お願いします。はい、で前回生活費紹介したところで、石那須さん の、 ご夫婦2人暮らし12-13万円ぐらいで生活されてるみたいなお話があったんですけど、はい、その後はあまりお変わりなくですか？それから最近はちょっとジムに行くようになってて、1人1ヶ月1万円プラスぐらいでジムに行くようになってますね。じゃあ前回の12-13万の生活費が2万円ぐらいはちょっとプラスっていうところで、まあ、それでもだいぶ生活費が安めではあるんですけど、はい、まあ、その辺の節約とか投資とか、まあ、お金のため方ないし、以前その世界一周とか ね、海外とか、まあ、ご旅行好きなご夫婦なので、その辺の話もちょっとざっくばらんにお話ししていこうかなと思います。はい、でじゃあ早速なんですけど、まあ、お金の話をねしていきたいんですが、はい、お金を使わないノーマネーデーを増やすために実践している節約術をちょっと5つほどご紹介していただきたいと思いますので、はい、じゃあ1個目からお願いします。1個目は手書きで家計簿をつけるですね。はい、これはもうずっとやってるんですか？ずっとやってますけど、その方法とかはちょっと変えてたりはするんですけど、もうお金を貯めようと考えてた時は最初消費投資浪費に分類を分けて家計簿書いてたんですけど、最近はちょっともう1日どれぐらい使ったかっていうのだけ書くようになってて、それでその0円だった日は別の色で0円って書いて、ちょっと分かるように、分かるように、はい、それは どちらのアイデアなんですか？旦那さんのアイデアか？はもう全部自分ですね。一番最初、まあ、それこそなんか2年ぐらいで1000万貯めたんでしたっけ？はい、で一番最初その貯金ゼロあたりの時にその記録つけるようになったみたいな感じ？もともと結婚する前からそういう家計簿とかつけてたので、その段階でつけてました。あ、そうなんですね。手書きってちょっと面倒くさいとかはないんですか？はその面倒くささがいい、お金を使わないようにする一つの、なるほど、確かに確かにポイントでもあります。そういうことで意識が働きますからね。はい、そうです。レシートが多かったらつけるの面倒くさいので、はい、だったらまとめ買いするとか、なるほど、行かないようにするみたいな感じで。そういうことですね。今だと、はい、ノーマネーデーっていうのはどれぐらいあるんですかね？1ヶ月に数回とかですか？1ヶ月にもう半分以上はお金使ってないですね。あ、そうなんですね。それは意識としてもあんまり買い物に行かないようにしようというか、半分はもう行かないようにしようだったり、もうそもそも行く仕組みがちょっともうなくなってきてるようになったりします、ね、というのはネットで買うとかですか？あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、なるほど、はい、というので、まあ、意識的にその手書きで家計簿つけてノーマネーデーを作るようにしてるみたいな感じですね、はい、ありがとうございます。ちなみに視聴者の皆さんも多分ノーマネーデーたくさん作りたいと思うんですけど、うん、まあ、もしかしたらこの後にも出てくるかもしれないですけど、はい、なんか意識としてノーマネーデー作るためになんかやったことというか工夫だったりとかはあったりしますか？は、毎日お金を使わないといけないやつの項目をちょっとなくしていく。ほうほうほう。例えば食費とかは毎日買うとかじゃなくて、まとめ買いするとか、あとは交通費とかも毎日かかるとかだったら定期購入するとか、交通費がかからないところに引っ越しをするとか、うん、なるほど、なるほど、はい、っていう風にやってるわけですねありがとうございます、はい、ではでは続いて2つ目が、先ほどもちょっとちらっと出てきたネットスーパーでの買い物っていうところで、はい、これなんかいつ頃とか、なんかきっかけとかはありましたか？きっかけはそもそもそのネットスーパーがまず使えるっていうのは知らなかったんですよね、その1年前2年前とかで、ちょっと調べてみたら、はいはい、あ、全然ネットスーパーこの範囲でも使えるんだっていうのに気づいて利用し始めたっていうのがきっかけですね。このネットスーパーって僕自身ちょっとよく分かってなくて、近所のスーパーっていう、あ、そうです、近所、その、うんうん、自分たちは声優のネットスーパー使ってるんですけど、はい、3人とかそういう声優グループの、うん、なのでもう車でなんか宅配できる県内とかだったら来てもらえたり、うん、イオンとかもあったりするので。あ、そうなんですね、はい、なるほど。その良さというか便利さというのは何かありますか？いや、今まではその仕事休みの日にもう午前中半日かけてとか買い物行ってたんで、買い出し行ってたんですけど、はいはいはい、もうその買い出し行く時間がまずなくなるっていうのと、なるほど、はい、もう奥さんは行かずに自分だけ行ってたりする時とかもあったんで、なるほど、これめちゃくちゃいいですね。これすごいいいです。本当に個人的な話ですけど、いつも僕と奥さんで、どっちが買いに行くか論争が始まるんで、そう、ネットスーパーもし行けるのであればね、やっ
ったらいいですよね。いやこれ絶対やった方がいいと思います。これは当日注文する感じですか？前日、当日だったり前日ですね。あの当日朝注文して夕方とか夜、うん、あの届く便とかもあったりするので。なるほど。なんか不便なところとか逆にちょっとこの辺は、うん、まあ、あのデメリットってわけじゃないですけど気をつけた方がいいようなこととかはあったりとかしますか？ネットスーパー一応そのネットスーパーの種類によっては送料とかがいくら以上で送料かかりませんよっていう設定とかがあるので、その送料以上を買うようにするとか。なるほど、はい、いいですね。これ本当にあの例えば女性一人で買い物行くと重いものを持てなかったりとか、お子さんがいたりとかするとなお大変だったりはするから、はい、あの僕もちょっと帰ったら調べようと思いました。はい、ありがとうございます。ではでは、じゃ続いて3つ目ですね。お金を使わないノーマネーデーを増やすために実践していることを3つ目お願いします。は、仕事場と自宅を徒歩圏内にするっていう、もう公共の交通機関をなるべく使わないような位置に、まあ、引っ越しをするとかっていうことですね。はいはい、なるほど。でちなみに前回のコラボ動画取材でもお話ししたとは思うんですけど、なんかここ京都に引っ越してきたんでしたよね。なんか、あ、そうです、そうです、はい、それは旅行、なんか全国、日本全国飛び回ったんでしたっけ、その前は。日本を回りながら京都が奥さんの実家なんですよね。なんで一応実家の近くの京都でちょっとあの足をつけようみたいな、地に足をつけようみたいな、しばらく、ね、しばらく、はい、今働き方的には会社員とかフリーランスとか、その辺はもうフリーランスでやってるので自宅で仕事してるような感じですね。そういうことですね、はい、じゃあもう実家も近かったりとか、まあ、家でも作業できるし、はい、まあ、そこら辺はすごく便利なところを選んだみたいな感じですね。です、はいはい、ありがとうございます。もうこの辺でまあ移動手段にかかるお金がなくなって節約になったなみたいな。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では4つ目お願いします。は、お金がかからない趣味とかサブスクを利用するっていうことですね。例えば何かありますか？例えばそれこそまあ月額はお金かかったりするんですけど、うんうん、その日のうちにお金がかからないネットフリックスとかの動画配信サービスとか、うんうんうん、自分たちは最近ジムに行くようになってるんで月額はかかるんですけど、うんうんうん、その毎日あの買い物とかするわけじゃないので、うん、はい、そうですね、はい、そういうのを利用するっていう。なるほど。ちなみになぜお二人はジム通うようになったんですか？は、運動しないといけない、あのずっと在宅で仕事をしてたりすると運動しないといけないなっていうのと、はいはいはい、サウナがすごい好きなんですよ。おー、なるほど。でサウナも入れたりするので、もうほぼお風呂はそのジムで入ってますね。なるほど。え、サウナはお二人とも好きって感じですか？そうです。あ、お二人とも好きです、はい、なるほど。でそれ共同のあれじゃないですよ、サウナと。あ、別々、もう別々で男女で分かれて ジムに併設されてるみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、そうなんです、はい、じゃあもう家でお風呂もそんな入るわけじゃないから入ってないですね。ガス代見たりとかするっていうことですね。、はい、ありがとうございます。サウナもともとお好きなのはどれぐらい前から？サウナは自分は1年、ちょうど1年前ぐらいですね。あ、へえ、うん、そうなんです。奥さんもハマりだしたのは？奥さんはもうちょい早いんですよ。あ、そうなんですね、はい、結構女性の方サウナ苦手って方多いですけど、うん、はい、なんかお父さんと一緒に行ってたとかで。へえ、あ、そうなんですね、うん、なるほど、なるほど、はい、じゃあいいですね、サウナの趣味もあってジムで体も動かしたりとか。はい、はい、ありがとうございます。では最後5つ目お願いします。5つ目は、水筒とお弁当を持ち歩くですね。はい、これは今フリーランスだけどってことですか？は、前回 その福岡に住んでた時からやってるんですけど、うんうん、前回はそのコールセンターで働きに行ってたんですけど、その時はお弁当とスイートを絶対持ち歩いてて、ランチ代とかはかけないようにしてましたね。なるほど、まあ、この辺もちゃんと節約として、はい、面倒くささとかはなかったですか？いや、全然、あのお弁当とかも前の日の残りをタッパに詰めて持って行ってたりしてたりしてたので。そうか、もう時短にもなるし、はい、はい、っていうところでね、ありがとうございます、はい、ちょっと余談にはなりますが、あの前回 あの生活費紹介のところかな、あのお仕事頑張りますみたいなお話があったと思うんですよ。収入上げられるようにみたいな、はい、その後は半年ぐらいで実際は現状維持なのかちょっと上がったのかみたいな。ちょっと上がったぐらいですかね。一応まあ生活費分はすごい稼げてるかなっていう。いいですね、はい、頑張ったことはありますか、ご自身？何頑張ったかな。継続、まあ、チリツモですか？もうチリツモで。あ、なるほど、はい、素晴らしいですね。頑張っていきました。結構フリーランスってね、なかなか難しいですけど、はい、そう、収入上げるのってなかなか大変だからね。そうですね。いや、うん、ありがとうございます。はい、ではでは、じゃあ続いてのテーマに行きたいと思うんですけども、はい、次2つ目のテーマがですね、物を手放せば支出が減るものっていうところで3つあるそうで、ベスト3でご用意していただいたので、じゃあ第3位から
はい、お願いします。第3位は収納ボックスですね。はい、なんか理由とかありますか？は、やっぱりその収納する場所とかスペースがあるから物を買いやすくなる。なのでそのスペースを埋めるために物を買いたくなってしまうっていうのを抑えるために収納ボックスはまずなくした方がいいっていうのと、やっぱボックスがないだけであの狭い部屋でも広く感じるので、家賃が低い部屋とかにもそれで住めるのかなと思って。なるほど、はい、ね、また別の動画でもこちらの部屋のルームツアー撮りますけど、あの夫婦2人暮らしとは思えないぐらいのすっきり感でまあそれもやっぱその収納は増やさないようにみたいな心がけてきたわけですもんね、はい、どれくらいの時から物が少なくなってきたなっていう、もともとですかお二人とも。いや、自分が、はい、社会人成り立ての時はすごいもう物に溢れてたんですけど、3年目4年目ぐらいの時に失恋して引っ越したタイミングで物を減らし始めました、はいはいはい、なるほど。で奥さんはもともとですか？奥さんはもともと少ない方ですね。少ない方、なるほど。でこっち引っ越してくる時とかも基本もじゃあ備え付けの収納で、こと足りるように大きい収納はもう買わないように収納しようみたいな。そうですね、はい、なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。ではでは第2位お願いします。第2位はテレビですね。お、なるほど。なんか理由とかありますか？はい、テレビはやっぱテレビを見る時間っていう時間の捻出ができるので、その時間空いた時間で家事ができるようになったりとか、あとはそのテレビがあるだけでその NHK の受信料とかも確かにかかってきたりするので、そういうのも減っていくので、まあ、第2位ですね。そういうことですね、はい、もともと例えばあの結婚された時とか、まあ、同棲されたかちょっと分かんないんですけど、その時テレビあった時もあったりとかは？いや、もう2人で過ごしてる時はテレビないですね。あ、そうなんですね。お二人とももうテレビ見ないあれですか？見ないですね。何を見るんですか？まあ、それこそ、まあ、はい、テレビ見れないんですけど、パソコンとかネットとかであの TVer とかで見たいやつとか見てたりはするんですけど、そっちの方にも、ね、時間の使い方が変わってきたって感じですね、はい、だらだら見るのがだからなくなりました。なるほど、もう主体的に見るみたいな感じで、はい、ありがとうございます。で、栄えある第1位お願いします。車です。お、理由としては？車はやっぱローンと維持費がすごいかかるなっていうのがあって、うん、それこそ社会人になりたての時は車持ってたんですけど、うん、はいはい、それを減らしてからの生活費 の、はい、減り具合がすごい確かに、ね、良かったので、はい、いろいろね、駐車場代もしっかりガソリン代から税金から車検から、はいはい、もろもろ浮いた感じですもんね、はいはい、で本当車持ってないだけでも、まあ、本当生活費ガクンと減るから、まあ、これがじゃあ流行る第一位ということ で、はい、今後なんかそれこそあの前回の動画だったか分かんないですけど、まあ、必要であれば買うかなみたいな検討するみたいなお話もあったと思うんですけど、なんかその後の方針というかプランは どんな感じなんですか？は今の段階では車はいらないかなってなってるんですけど、はい、ゆくゆく移住とかして石垣島に移住したくて、さすが、ね、に石垣島はいるんじゃないかなっていうのもあって、その時はちょっと中古とか買うとか、はい、まあその利用頻度にもよるんですけど、シェアカー使うとか、はいはいはい、もう普通にレンタカー使うとかでちょっと考えていこうかなと。なるほど。なぜ石垣島っていうのはあるんですか？行ったことはある？石垣島、はい、あの2ヶ月か3ヶ月ぐらいあのリゾートバイトで住んでいたこともあって、でね、あの気候がやっぱいいですね。あ、そうなんですね、はい、それはいつ頃、来年とかですか、今年？来年、まあ、今年行けたらなんですけど、来年ぐらい、うん、あ、なるほど、はい、じゃ あ、 あの1年後か2年後ぐらいはあの、ね、僕も石垣島に行って今度石垣島の家で、はい、ね、取材できるかもしれないということで、めちゃくちゃ楽しみ。案内もします、その時はありがとうございますっていう感じで、はい、ありがとうございます、はい、ではでは3つ目のテーマなんですけども、うん、まあ、ちょっとこれ人には言うの恥ずかしいなっていう、うん、あの節約術とかがあれば教えてほしいなと思ったんですけど、いかがですか？はい、は一つは、はい、あの食事のメニューがもう決まっている。ほう、それ家での外食？あ、家での外食なんで1週間で食べる、もう、はいはいはい、毎週食べてるみたいなことになってて。ほうほうほう。あ、なるほど。カレーと鍋と、あと何があったかな、最近はおでんとか皿うどんとかお好み焼きっていう形で1週間のメニューが決まっていて、その材料を毎回ネットスーパーで買ってるみたいな。なるほどなるほど、はい、ちゃんとルーティーンが、日替わり定食じゃないけど、はい、はい、曜日でちゃんと決まってるわけですね大体そんな感じで決まってますね。なるほど。それはいつ頃からですか？結構長いことですか？は、前の福岡で生活してた時からですね。それはなんか何を目的にじゃないけど、なんか時間の節約をとってなのか、まあ、もしかしたらお金の節約かもしれないし、は、はい、あれですね、あんまりその食に興味がないっていうのもあって、食べれればいいみたいな2人なので、だったらもう作るのもあのルーティンしてたら全然早く作れるし。そうか、なかなかね、毎日献立変えるというか考えて、そうするとネットスーパーでの買い物も大変になるから。そうですね、考えるのがちょっと面倒だったりしますもんね。まあ、ある程度1週間でメニュー献立決めた方が楽になるっていう感じですね、はいはい、ありがとうございます。で、他にも何かあるんですか？あとはもう出か
けるときにおにぎり作って持っていくとかですね、うん、それはなんでですか。は、ちょっとでも外食のあれを減らすために、はいはい、なるほどね。あのお腹がすくとすぐ何でも買ってしまうタイプになるので、はいはいはい、ちゃんとおにぎりと水筒は持っていってっていうことはしてますね。確かに喉がカラッカラで疲労感も半端なくて、うん、めっちゃお腹空いてたら、まあ、帰りに何か買って帰ろうってなりますからね。いきますよね、はい、この辺もじゃあ水筒とおにぎりで、まあ、なんとかその浪費というか、はい、衝動買いを抑えるっていうふうにつながったと、はい、ありがとうございます。ではでは続いてのテーマなんですけども、ご夫婦で、まあ、月13万円、もともと月13万円で、まあ、今15万円ぐらいっていう感じですかね。これでもだいぶ少ないとは思うんですけど、まあ、そんな節約生活でもその幸せなことをちょっといくつかご紹介していただきたいので、3つあるそうなので1個目からお願いします。1個目は、旅行などの特別費にもうお金をかけられるようになったということです ね。これもしかしたら一番いいかもしれないです ね。多分多くの方が多分理想としてる暮らしじゃないかなと思うんですけど、なんかそれこそ旅行に関しては、まあ、数ヶ月に1回行くとかっていうなんかそういう決まりとかはあったりとかするんですか。は、大体半年に1回3ヶ月に1回か半年に1回ぐらいでは行ってたりはするんですけど、もともと旅好きですもんね。今度はなんかどこに行こうとか、直近でどこ行ったとかは、来月石垣島に、また行くんですね。それはもう偵察官の感じでね、ちょっとまたあの時の感覚を呼び戻そうみたいな感じの、いいですね、はい、結構旅費とかはなんかそのお金のかけ方って人によって多分変わってくるじゃないですか。めちゃくちゃ節約する人と、うん、まあ、旅行だからまあ存分に使う人と、うん、石田さんのご夫婦はなんかどんな感じなんですか。ほどほど、あんまりそれこそ使わないタイプで、お土産とかも特に買わなくて、はいはいはい、外食はやっぱりしたりはするんですけど、まあホテルにもお金はそんなかけないし、あの飛行機も安いやつで行くしっていう形で、はい、めちゃくちゃいいですね。だって生活費めちゃくちゃ下げてで今でお仕事も徐々にね、あのご収入も上がってって、で数ヶ月に1回石垣島に行ったりとか、まあ、どっか旅行行くって最高じゃないですか。そうですね。ね、今後も一応こういうなんか生活というか人生は続けていこうかなみたいな。そうですね、それを続けていきたいなと思ってますね。いいですね、ありがとうございます。ではでは続いて2つ目ですね、はい、節約生活幸せなことをお願いします。は、給料に左右されずに仕事を選べるっていうことですね、うん、お、なるほど。それは自分の したい仕事をしてやりたくないことをやめるみたいな。自分のそうですね、したい仕事とか、それこそ前、コールセンターで働いてた時も、あの一応時給とかも見るんですけど、そういう時給とか関係なしに選べるっていうのが1個あったので、はい、なるほど。それこそ、まあ、今のお仕事とか差し支えない範囲でどういう系のやられてるとかって、今はインスタグラムで発信をして、あの企業の広告とかを代わりに PR して、それであのお給料もらってるみたいな感じなんですね。それでだけでも全然その生活費賄えるぐらい入ってくるんですね。まあ、一応夫婦2人でやってて生活費分からちょっと上ぐらいは稼げてるのかなっていう。すごいですね、インスタグラムって全然じゃあ収益化できるっていう、はい、収益化はそうですね、やろうと思ったら。 なんかそれこそ、まあ、フォロワー的には今2万人超えたあたりですもんね、はい、じゃあ2万人超えると、まあ、もしかしたら皆さんもお金稼げるかもしれないっていう。そうですね、1万人ぐらいからだいたい皆さん稼いでたりしますね。あ、そうなんですね、うん、なんかそれこそインスタやってる方も結構多いんですけど、うん、なんか例えばフォロワーの伸ばし方でもいいですし、まあ、お仕事にしたいっていう方も多分多いと思うので、なんかコツとか秘訣があればちょっと教えてほしいんですけど、どうですか。はもうジャンルをほんと絞って、そのジャンルをあまり広げすぎないのが一番いい、うん、あ、なるほど、ね、それこそ節約でやるんだったら節約、そうです、はい、ミニマリスト系でやるんだったらミニマリストみたいな感じ、はい、なるほど。それこそインスタはいつぐらいから。インスタは去年の、1月2月ぐらい、2月ぐらいですね。じゃあ1年経ったぐらい。そうです、はい、それぐらいですか。どうしてそんな伸びたんですか、フォロワーが。もう毎日コツコツ上げていって、自分の場合は、リールがバズって、伸びて、はい、800万再生のやつが1個あって、あ、それで増えた感じです、ね、投稿は毎日ですか。投稿は毎日だったり2日に1回上げてますね。あ、そうなんですね、いいですね、うん、労働時間的にもじゃあ前よりもだいぶ少なくなった感じ。いやー、けどインスタにかける時間がすごい増えてるなっていうのもあるんですけど。あ、そうなんですね。じゃあもうそこに一点集中だ。一点集中してますね。なるほどなるほど、はい、そっか。それでまあ徐々にですけど、まあ、収入も上がってきて形になってきたみたいな感じですね。そうですね、ありがとうございます、はい。まあ、そんな感じでだいぶじゃあ仕事とか働き方も割とじゃあ自由に選べるようになってってことですね、はい、ありがとうございます、はい。ちなみに今後したい仕事とかはあったりとかしますか。
いや今のところ継続特にあの配当で生活するのを目指してたりするので、そっかそっか、投資の方もね、はい、頑張ってるわけですもんね。基本は働きたくないなっていうのは。あ、なるほど、まあ同じくです、ね、はい、ありがとうございます。ではでは、ちょっと話脱線してしまって申し訳ないですけど最後3つ目ですね、節約生活でも幸せなことお願いします。はもう小さなことでもあの幸せに感じれるっていうことですね。なるほど、それはなんかもともとそういうふうにしてきた、意識的にですか？いや、それこそ最近感じるのが、本当外食とかも月に1回とか2回くらいかな、一体した時に、なんかそれでも、あ、外食行って幸せだなっていう感じになったりとか、はい、そうなんですね、いいですね。でも本当ね、日々のその小さいことに幸せに感じられるだけでも、お金かけなくても幸せになれるっていう、それがすごく一番いいかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにあの個人的なあれでいいんですけど、うん、3つご紹介していただきましたけど、うん、あの節約生活で最も幸せなことナンバーワンはどれかっていうのはどうですか？うわ、難しいですね。難しい、仕事取るのか旅行なのか、まあ、ちっちゃな幸せなのかみたいな。けど、まあ、あの仕事、仕事が一番ですかね。それこそ2人で同じ空間にいるっていうのが、なんか目標でもあったりするので、それを仕事でこうバラバラにならないっていうのが一番いいのかなっていう。なるほどね。あの、はい、本当にこの辺もあのお金かけすぎない生活しちゃうとちょっと苦しかったりとか、まあ、辛いというか、まあ、お仕事に関してもですけど、やっぱその辺の葛藤ってやっぱ少なからず視聴者の皆さんもあって、まあ、石那さんの、まあ、石さんのご自身はやっぱ仕事がやっぱりそのストレスを下げてやっぱ楽しい生活になってるみたいな感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、では続いて聞きたいことは、ご夫婦で一緒に生活コストを抑える秘訣やコツはっていうことでいかがでしょうか？は、夫婦で月に1回あの、まあ、未来会議っていう形でいい、あの会議をしてるんですよね、はいはいはい、それでお金のことだったり今後の目標のこととかを会議して、今の現状とかあとは目標の共有をするっていうのが多分コツにはなってるのかなと思います。なるほど。未来会議っていうその命名はどなたが？未来会議は奥さんが。奥さんがいい命名ですねはい、あの、はい、ピースボートでそういう一応企画があったんですよ。あの、船を今後どうして進めていくかみたいな、あの、ほうほう、船の中であの、はいはい、企画があって、仲間たちと、そう、仲間たちとなんか盛り上げていこうぜみたいな感じの企画があって、その未来会議っていうのを取って、そういうことですね、はい、で、まあ、今後の方針だったりとか、まあ、現状とかをお互いに話し合うみたいな感じ で、はい、で直近の目標とかはあったりとかはするんですか？その、あの宮古島でしたっけ、石垣島か、石垣島、はい、の移住以外でなんかこういう風な目標を立ててる、まあ、お仕事にしろ生活費にしろ投資にしろ何かあったりとかしますか？まあ、直近立てたのはそれこそあのやっぱりフリーランスでやっぱ働いて自分で行動しないとお金って稼げないっていうのもあるので、それをちょっと生活自体は安定してきてるから、ちょっと稼ぐっていうのにシフトするために、なんか2人で稼いだ1割をちょっともう浪費とか旅行に当てようみたいな感じのルールは決めました。あえての浪費あえての浪費、あ、それはやっぱその節約ばっかりで、まあ、投資にばっかりお金回しちゃうとちょっと窮屈ではないけど、ね、はい、まあ、ちょっとその贅沢も必要かなみたいな、働くモチベーションを上げるためのあえての浪費を設定しました。いい、ね、なるほど。でそのじゃあ1割の決めるのもやっぱその未来会議で決めるわけですか？あ、そうですね。だったらもう生活にそんな支障がない、ラインで、はいはいはい、あの1割分で旅行行けるとこ行くとかっていう感じですね。いいですね、はい、ありがとうございます、はい、で、他にもありますか？なんかそのご夫婦で一緒に、なんか目標とかもう行動共有していくみたいな。そうですね、もう未来会議でそれを共有していくっていうことですね。なるほど、もう運命共同体で、はい、はい、そういうことですねありがとうございます。え、なんか意見が行き違うことはあったりとかするんですか？意見が行き違うことはたまにあるんですけど、はい、うんうん、あのお互い聞かないですねお互い頑固みたいな。お互い頑固ですね、まあ、そこは話し合いをよくしてみたいな感じ、はい、はい、ありがとうございます。ではでは、じゃ続いてのテーマがですね、お金を貯めたかったら絶対にやるべきおすすめ習慣ということで、3つほどちょっとご用意していただきましたので、1個目からお願いします。1個目はやっぱ自炊ですね。自炊、これが大事ということで、何か理由とかありますか？はい、やっぱ自炊はあのやっぱ外食したりコンビニとかで弁当を買ったりするよりも安く済むっていうのと、あとは最近は自分たちまとめ買いして、それを1回冷蔵庫に入れて、その冷蔵庫のやつを使い切るっていうのを目標でやってたりするので、結構食費とかが2人で2万円とか安いですね。なんなら1人分の食費ぐらい安いですね、はい、なるので、そうなんですね、自炊は貯めたかったらやった方がいいかなと思います。確かに、お料理はお二人とも半分半分ぐらいなんですか？あ、もう、はい、余裕がある方が
ちゃちゃって作る感じですね。お料理はお二人とも好きな感じですか？まあ、できるできるぐらい、あ、できるぐらい、はい、たまに疲れてめんどくせえとかならないんですか？まあ、その時にちょっと外食するとかあれですね。けどあんまりないですね。なんかその自炊を継続するコツがあれば知りたいんですけど、まあ、あのさっきのあれです、はい、あのレギュラーメニューを決める、はいはい、献立とかの、ね、はい、ルーティン化してね、考えずに野菜切って炒めてとかができるんで、 それおすすめですね。ちなみにちょっと話だいぶ戻りますけど、そのネットスーパーっていうのは、うん、なんか毎週これ届けてねみたいな感じでやってるんですか？あ、じゃないです。もうその日に選ぶやつなんですけど、最近は、10日に1回ぐらいのペースで買ってるんで、1回3回ぐらいしか利用してないですね。そしたらもうだいぶ、まあ、誘惑になるものも減るし、はい、節約にもなるし、まあ、体力残るから自炊しようともなりますもんね。うん、そうですね。ありがとうございます。はい、ではでは2つ目お願いします。2つ目は、やっぱ自動化しないあの家計簿の作成ですね。この辺はねちょっとあの世間の流れと若干違うところがあって面白いところではあるんですけど、そうですね、はい、まあ、これによって、まあ、なんかどういう理由で、まあ、メリットがあるとか何かありますか？は常にやっぱお金と向き合える、自分 の, その生活にかけてのお金と向き合えるっていうのがやっぱ1個大きいですね。うそうか、この辺ね、やっぱあの僕ちょっと面倒くさがりで、まあ、基本確認してしなくなっちゃったんですけど、やっぱこの辺はしっかりお金と向き合う意味では、向き合いたい方はやっぱ手書きの方がいいかな。 そうですね、それこそなんか貯蓄も1000万超えたわけじゃないですか、うん、それって1年前2年前とかでしたっけ？1年前ですね。1年前なんか言ってみたらぶっちゃけまあ手書きしなくてももうよいいぐらいの資産になるじゃないですかね。そんなすぐもうねご飯明日食べられないってわけでもないし、それはもうずっと続けるんですか？ずっと続けますね。めんどくさくはない。はい、すごいですね。なんか本当、はい、それしないと扱ってしまうなっていうのが分かってるんで、もう衝動買いをしないためにとか、はい、なるほどね、ありがとうございます。メモのコツとかありますか？なんかその記録つける上で手書きの。最近はそれこそ前はノートにその、はい、線引いて、うんうん、あの分類分けしてたんですけど、そこはだいたいもう2ヶ月とかで自分のお金の使い方が分かったらもうそれはやめて、だいたいいくら使ってるかさえ見たらいいのかなと思って、なるほど、あのカレンダー1ヶ月分のやつが分かるスケジュール帳にいくら使ったようだけ書いていますね。そうかそうか、なるほどね、はい、だから最初はちょっとまあ手間かもしれないけど、ある程度まあ支出とかお金の使い方分かってきたらよりシンプルになる方向にすれば手間も少なくなって続くみたいな。はい、はい、ありがとうございます。では最後3つ目ですね、おすすめ習慣お願いします。は読書ですね。読書が大事ということ、はい、なんか理由とかメリットがあれば。やっぱりそのやっぱテレビとかと違って能動的に情報を取りに行けるツールであるので、やっぱそういうのに自己投資をしていって、はい、あの読書するようになってからお金が貯まったっていうのもあるので。なるほど、はいはい、それこそあの、まあ、どういう系の本読んできたとかおすすめとかはあるんですか？ジャンルでもいいです、自己啓発でもいいし、お金のことでも。自分は自己啓発とかビジネス書、はい、まあ、あとはお金関係も読んできたんですけど、あの仕事の、前リハビリの仕事しててそういう仕事系の本とか結構ざっくばらんに読んでましたね。へ、今は大体月何冊ぐらいとか。今はそれこそあんま読まなくなったんですけど、月 1,2 冊ぐらいですね。けどペースがちょっと落ちたのはある程度落ち着いてきたからって感じですか？あ、そうですね、一応もう結婚する前だったんで本当時間が余ってて、結婚してからはもうあの奥さんと話すとかするのの方が多くなってきたからですね。はい、なんか今までのなんかそのベスト本というか、まあ、ご自身の中でのあの名著というか、まあ、7つの習慣、お、はいはい、あれは一番あれですね、よかった。もう2回か3回ぐらい読みました。あ、そうなんですね、はい、そう、僕あんま読んだことなくて、あの YouTube とかのあの、ね、あの要約では読んだことあるんですけど、はい、なんかどういうところが印象を受けたというか、自分 の, その生活だったり人生に生きたとかはありますか？なんかあの7つの習慣ってそのなんですけど、リーダーシップ系の本なんですよね、うん、はいはいはい、でその自分が目指すべき目標とかを、うん、なんか方向性をちゃんと決めてくれる本かなっていうのがあって、なんかそこの方向性がずれてたらやっぱ遠回りになってしまうし、そこをまっすぐするのと、なんか自発的に行動しないといけないよっていうのをめっちゃ伝えてくれるので。うそうなんですね、そう、誰かから言われてやるとか、はい、あの受動的受け身じゃなくて主体的に自発的にやるのが大事だよみたいな、はい、そうなんですよ。なるほど、これはすごいいい本ですね。これはもうすごい絶対読んだ方がいいと思います。ありがとうございます。ではでは、で続いてのテーマなんですけども、はい、本気で貯金したいと思ってる人が買ってはいけないと思うもの、はい、これを2つあるそうなので1個目からお願いします。1個目は新築の前
イホームだったり新車ですね。あ、はいはい、家と車はちょっと気をつけた方がいい、はい、家と車はもう気をつけた方がいいですね。もうそれは出費が大きいからってことですか。はい、なんかその、はい、自分が支払えるレベル以上の出費になりやすいんですよね。それこそもう分割とかローン組めたりするので、自分の支払い能力を超えたあのお金の使い方になってしまって、さらにそこでお金出してしまうと、今度そのちっちゃいやつオプションとかにも、あ、2,3 万ぐらい上がるぐらいだったらこのオプションつけてもいいやっていう形で結構散財しやすくなるので。そうですね、あの言ってみたらちょっと、まあ、もうちょっと額下げ、結婚式とかでいろんなオプションが、ね、ね、はい、1万2万ぐらいだと記念だしとか、多分あの一生に一度のマイホームとかも多分同じ感じでね同じ感じで、はい、足し算足し算になっちゃうから、まあ、浪費につながりやすいっていうところで気をつけた方がいいということでね、はい、ありがとうございます。では、続いてもう一つですね、お願いします。あとはテレビとかあのゲームとかで大幅に時間奪うものですね。なるほど、この辺も気をつけた方がいいということで、はい、なんかそれこそ、まあ、ゲームとかも昔したりとかは どうなんですか。すごいやってたんですよ。あの普通のテレビゲームもやってたし、はいはい、あとは携帯スマホのゲームとかでパズドラ、わかりますかね、有名なやつ、はい、あれでもめっちゃ課金するぐらいやってて。あ、そうなんですね、はい、それは何がきっかけでやめられたんですか。いやもうそれこそお金貯めようって思うきっかけで。そっか、もうすごいいい感じのデータ揃ってたんですけども、消そうみたいな感じで思い切って、思い切って、はいはい、今ではそれこそ、まあ、ゲームも手放したりテレビとかも見ないわけじゃないですか、はい、なんか娯楽だったりとか、まあ、どういう気分転換をするみたいなのが何かあるんですか。まあ、YouTube もう本当もう全然広告入ってるんですけども、無料でそれを見てるとかですね。あ、なるほど。ちなみにどういう系、暮らし系とかお金系とかですか。いやもう普通にいろんな東海オンエアとかそういうのを見てたりします。あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、まあ、そういうので気分転換しながらっていう、はい、はい、ありがとうございます、うん、ではでは、続いてのテーマがですね、あの本気で貯金したい人が行かない方がいい場所もあるのかなと思って、はい、はい、どうでしょうか。は、普段利用しないスーパーとかショッピングモールですね。あ、なるほど、はい、なぜ気をつけた方がいいとか何か理由はありますか。普段やっぱ利用してないんで、物の場所とかどこにお店があるっていうのが分からなくて、もうそんだけで疲れてしまうんですよね。なんで疲れてくるとやっぱそのお金使う使わないの判断とかの能力が鈍ってくるので、ここは多分行かずにもう本当行きつけのところに行くとかにした方がいいかなと思います。そういうことですね、まあ、それこそまあ近所のスーパー、うん、薬局だけとか、そっちの方が浪費は防げるよみたいな、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、本気で貯金した人が手放した方がいい常識や価値観思考はありますかということで、3つあるそうなので1個目からお願いします。はい、1個目は、安いものとかセール品を買うですね。お、はい、これは、値段が基準で買い物をしてしまってるっていうのがあるので、本当に欲しいとかは思ってないけど、まず値段が安いから買うっていう形になるんですよね。じゃなくて本当に欲しいものが安くなってるとか、うんうん、もうずっと目つけてたやつが安くなるタイミングを待って買うとかだったら全然いいんですけど、うんうんうん、安いからっていう目に留まったから買うっていうのは多分お金がすぐなくなってしまうかなっていう、はい、順番が逆だと順番がそうですね大事ですね。はい、ありがとうございます。2つ目お願いします。はい、あとは、家賃を抑えるために離れた場所に、家を建てて通勤するとかですね。はい、理由としては何かありますか。はやっぱ時間っていう概念も結構大事かなと思ってるので、その通勤で1時間とかかけたりすると往復で2時間、うん、2時間の間何かできたりするっていうのもあるので、うん、それだったら安いところに、遠くの安いところに住むよりは近くのちょっと高いところに住むとかにした方がいいのかなと思います。なるほど、この辺もねちょっとバランスは難しいんですよね。節約したい方はねちょっと遠目で家賃めちゃくちゃ下げるみたいな方もいらっしゃれば、まあ、ただやっぱ時間の方が価値があると思った人は、ね、はい、やっぱ近くに住むっていう感じで、今石那須さんのご夫婦の場合は近めみたいな。そうですね、前の引っ越しの段階から近めで選んでますね。もうそれこそあの移住した時も、まあ、それこそアクセス面なるべくいいところにしようかなみたいな。そうです、はい、なるほど、ありがとうございます。うん、では最後3つ目お願いします。3つ目はテレビがないとニュースが見れないっていう、うん、価値観ですね。あ、思い込みみたいな。思い込み、はい、お、それはなんかどういうふうにするといいよとか何かありますか。は、やっぱテレビのニュースは本当もう自動的に受け取るものなので、うん、よりはちょっとスマホとかでタイトル見て、うん、興味あるやつをどんどん深掘りして読んでいくとかの方がいいかなと思います。なるほど、それこそなんか日頃のニュースとかはなんかアプリで見るようにしてるとか、まあ、YouTube のなんかチャンネルで見るようにしてるとか、なんかそういうのはありますか。は、LINE のニュースの、はい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 、ところで見てたりしますね。なぜ LINE なのかあるんですか。まあ、毎日
毎日でも使うからみたいな。あ、そうです、毎日でも。なんか他にもニュース系のアプリとかも入れなくて、はい、まあ、アプリ自体もどんどん削除してったりはするので。なるほどなるほど、はい、そこら辺も無駄なもの消すみたいな感じでね。ありがとうございます。と、はい、いうことで、まあ、3つほどねちょっとご紹介していただきましたけど、なんかこれ手放すと、まあ、もしかしたら一番節約になるんじゃないかみたいな、なんかありますか、個人的な直感でいいんですけど。はやっぱ安いとかセールで買うは一番手放した方がいい考え方かなっていう、ね、はい、この辺も節約しようっていうね気持ちが先行しすぎちゃうと、うん、まあ、この辺もかえって浪費になっちゃったりとかもするから、そうですね、気をつけた方がいいということで、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、0円もしくはほとんどお金がかからないおすすめの趣味ということで、3つほどちょっとご紹介していただけたらと思います。1個目から。1個目はカメラとかでの写真撮影。お、なるほど。これはどれぐらいのやつをやるかにもよるんですけどスマホレベルでの写真撮影だったら本当お金がかからない趣味になるのかなと思ってて、まあがっつり機材買うとかだったら初期費用はかかるんですけど、行って写真撮る分とかそのデータを保存していく部分にはお金はかかんないので。なるほど、これ結構おすすめかなと思います。なんかそれこそなんかお二人ご夫婦はなんかお写真撮るとかはするんですか、インスタ用とか。あ、撮ったりしますね。もう日本一周とかしてる最中とか結構撮って回ってたりします ね。 いいですね。その写真ってもうインスタに上がってたりとか。インスタに上がってたりしますね。ストーリーとかで上げてたりします。上げてたんですね。なるほど、まあ、この辺もね思い出としてもいいかもしれないし、はい、ね、ありがとうございます。では2つ目お願いします。まあ、読書ですね。読書、はい、これも先ほどねちょっとちらっと出てきましたけど、なんか理由とか改めてあれば。まあ図書館とかそれこそサブスクの読み放題のやつとか利用したらもうお金ほとんどかかんないっていうのと、自己投資にやっぱなるっていうのが一番大きいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。では最後3つ目お願いします。します。料理ですね。お、料理、はい、料理を趣味にするのがおすすめということで、何か理由とかあれば。理由は甘いものが結構好きだったんですよね、自分が、はいはい、で、なんか前も言ってましたね、はい、コンビニとかでスイーツとか羊羹とか買ってたりしてたんですけど、うんうんうん、作った方が安くないかみたいな感じで思って、はいはいはい、そういうお菓子とかをたまに作るようになったりします。何作るんですか。ティラミスとかそれこそアップルパイとか。個人では羊羹とかも作ってましたね。羊羹作れる、まあ、作れるは作れるでしょうけど自分で作るんですね。羊羹作ってタッパに入れてました。へー、なんかアップルパイはなんとなくなんか生地練ってなんかリンゴ入れてとかって分かるけど、はい、なんかティラミスとかも作れるんですね。ティラミス作れます。へー、はい、めんどくさくはないんですか。やっぱけど一日それを楽しむっていう手で作ったりしますね。そっか、だからもう食べるのも楽しいけど、まあ、作る過程も楽しむっていう意味で、はい、まあそうですね、趣味にしたみたいな感じで。え、個人的な一番の趣味は何ですか。一番は一番楽しい幸せな時間というか読書。お、読書、うん、はい、なんか知識がどんどん入ってくるのが結構やっぱ楽しかったりしますね。確かにね、新しい今までにない情報とか入るとね、はい、まあ、ワクワクしますし、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、他なんか本気で貯金したい人に向けてなんか伝えたいこととかアドバイスがあればお願いします。は、本当もお金を増やしたいって思いは思うほど時間がやっぱ削られていく人とかもいるので、どっちかっていうとお金プラス時間を増やしていくっていうのを意識してほしいなと思います。両方両方、はい、お金増やそうとする時間がね、そうですね、もうそれ、はい、その分働いて時間を減らそうとするんですけど、両方多分上げていくっていうのを意識しないとなんか人生の満足度っていうのはちょっと変わんないのかなっていうのがあるので。なるほど、はい、そっか。じゃあ時間を増やすためになんかどうした方がいいとかなんか具体案ってありますか。は、さっき挙げてたその時間を減らすものとかをどんどん減らしていって、その代わりにお金が増えるような家事とかっていうのをやっていくとか、そういうのをしていった方がいいんじゃないかなという。そういうことですね、はい、時間にゆとりを持ちつつ節約をしながらお金を増やしていくのが一番理想的ということで、はい、はい、ありがとうございます。ということで、僕が聞きたいことは以上なんですが、最後になんか動画のまとめとして視聴者さんにお伝えしたいメッセージとかがあればお願いします。は、はい、世の中にそのお金を貯めるとか節約するっていう情報結構やっぱ溢れていて、自分も発信とかしてたりするんですけど、やっぱ情報はみんな知ってるんですよね。けどそれを実際にやるかどうかっていうので本当貯まるかどうかっていうのが変わってくるので、もう本当この動画見てくださってる方は少しでも何か行動を起こしてもらえたらいいかなというふうに
思います。ありがとうございます、はい。まあ、他にもね、何か具体的なアクションだったりとか節約投資のコツ知りたい方は石那須さんのインスタグラムのリンクが概要欄に貼ってありますので、はい、まあ、発信内容としてはまあ節約投資系とかですかね。そうですね、はいはい。あとちょくちょくなんかインスタライブとかもあやってますやってそうなのでご質問とかがあればね、はい、ぜひ投げかけてほしいなと思います、はい、はい。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。